来た、マリオカートしてんのと言われてる。うわ熱いね。通称ウキウキ4兄弟。いや来た、マリオカートの4強日本トップ。うーわお前最悪だよ、どっそり席の流れじゃん。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる、もうめっちゃいるしか、お前誰だよ。これみんなコンピューターマリオ、こんなことあんのマリオカートって。うわお前コンピューターちょ舐められてるね我々マリオカート4騎士か。ほらジャイロ藤本もいるね、ジャイロ藤本シューゲームズ、この日本4人、エキサイト中村、ジャイロ藤本シューゲームズ、なんかシューゲームズだけインパクト弱いな。エキサイト中村、ジャイロ藤本シューゲームズ、いや私だけ名前巻きしてるな。さあコンピューター見てる、これよやっぱりね、レベルの違い。私はよく言う、私が言ってる名言じゃないんだけど、なんだっけ、強い方が勝つんじゃねえんだよ。来た、いや次エキサイト中村とりあえず抜かすわ、とりあえずエキサイト中村、はいはいはい、ジャイロ藤本、お前本当にやめて、本当にやめて、おー、ナイス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 。さあ味方をつけてる、見て右のマップのマリオ、まず舐めてるもんね。我々四天王に入ってこようと思ったのがこのマリオカート四天王、そもそもの間違い、やべこれ使うわ。さあじゃあ上来た、うわはい、あいつ私緑コーラーって言った、バツどけ。さあ1位、いやマジ久しぶりに私1位あるな。リンリンメトロ嫌いなんだよ私、マジで誰でこの個性選んだの、この個性選んだのジャイロ仲間とかなんだっけ、なんだっけ、なんとかヨッシーじゃない、あいつのせいでこの個性になってる、本当に反省してほしいね。ただ見てください、うわあと1レース、ジャイロ藤本来てる、このコースを選んだ1番のちょ、見て右のマリオのあの人気、さすがマリオ攻略 TV、 マリオを自然と引きつける。なんかジョジョっていう漫画、スタンド同士を引き合うみたいな、スタンドっていうのはなんか超能力者みたいな、簡単に言うと、だからもう超能力者同士は引き合うみたいなね。さあマリオ攻略 TV 同士は引き合う、さあうわー待って1マジで取りたい、久しぶりにマジで久しぶりに1位取らして、マジ邪魔くせこのイカ、ナイス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 、ちょ待って無言になってきた、無言になってきた、待ってジャイロは、うわジャイロ藤本来てる、やめたのマジ頼むキノコ、うわよしこれよ、コンピューターごときが我々日本4人に、ちょあれ見ようか、クリアした後のそうなめ、我々マリオカートしてんの上位4人そうだめで、うわこれどうなる、また増えてくるかな人、え、うわうわ、いやそうだね、あの人多分ビリだったんだろうね、四天王の中でいいでしょう、5点の我がチャンピオンだね、我っつっちゃった、恥ずかしい、お任せでいこう。さあまたコンピューター来てもいいよ、マリオ攻略 TV としてマリオ来てもいいよ、いや私王者感すごいね、この四天王を束ねるチャンピオン、いや熱すぎ、この人新人の方だよね、うわやっぱ普通帰ってこないんだよね、強い、うわ見て3人残ってる、エキサイト中村、ジャイロ藤本、この新人2人ちょ分かってないんだよ我々の、そう普通入ってこないんだよねコンピューターなんて。さあ新入りがね、この我々、まあ、1人抜けたけど新入りがどこまで通用するか見させてもらおうか。さあ行きます、私今日、私エビフライの尻尾、みんなは食べますか食べませんか、私は TPO だね、時と場合に、おいおいエビフライの尻尾食べちゃうよ。さあ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 見て、やはりあの四天王は健在だね、ジャイアン・フジョーとエキサイト中村、シューゲームズ、この3人になかなかあの2人は入ってこれないで、転校してきてその仲いい組になかなか入れないみたいな。でも転校生ってかわいそうっていうか、あれだよね、難しくない、なんかあれになるの、馴染むの難しいよね、なんかやばい、お父さんの都合上転校する人とか、多分お母さんの都合上転校する人とかいると思うんだけど、うわこの3人やばすぎ、大変じゃない人生において転校ばっかり、だからそれがなんか面白いと思う人もいいのかな、転校して、やばい来てるな新入りたち、来てるな新入りたち、我々三強に入ろうとしてきてる、ただそうはさせないぜエビフライの尻尾、はいはいはい、ほら赤コーラをね、エビフライの尻尾を捉えてる。さあこの3人で勝とうぜ、おいお前お前
やばい、やばい、2周目だね。これ強気の入れ替えします。強気の入れ替え。さあ待って、これはここで王者の私が、やばい、これミスったかもしんない。王者の私がビリになるわけにはいかない。いや、ある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 。5位でこれアイテム取れん、でかすぎ。頼む、キラ。うわー、キノコ3つか。はい、いや、行きたい。中村大丈夫か、お前。我々3人の足を引っ張らないでくれ。オッケー、1位。さあ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 、王者帰ってきました。王者、王者シューゲームズ帰ってきました。2位。さあこれ行きたい、マジ行きたい。3位。安定の我々、我々トップ王者4人、ビリじゃねえか3人とも。ちょ悔しすぎる。うわ、いっぱい入ってきちゃった。うわ見て、みんなめっちゃ入ってきた。この入ってきたって人たちは知らないんだろうね、この1試合2試合前にめちゃめちゃ大激闘があったことを。なんだっけ、ジャイロ中村と、なんだっけ、なんたかヨシタケとシューゲームズ。いやみんな、最近気づいたんだけど、我々弱いかもしんない。四天王四天王なんか現実から目を背けてて、何回かやったんだけど、なんだっけ、ジャイロ中村とエキサイティング藤本だっけ、めちゃめちゃ弱いかもしれない。あと私、さあ皆さん、今日これジャイロ中本となんだっけ、エキサイティング藤本、この4人、この3人か、私含めたこの3人がもう誰か1位取ったら終わる。もう実質仲間の勝利はみんなの勝利みたいなとこあるからね。チーム戦だと思ってやってる私。やばい、エキサイト中村いる。やっぱ我々、うわ、ジャイアンの人ともいる。この3人の連携だね。絆が深い。1500m 一緒に走るタイプだね。さあ、ってことはつまり遅いんだよね。なかなか速い人、トップが開く。トップクラスの人がなかなかやんないもんね、その、一緒に走ろうよみたいな。だから我々、今日なんと皆さんね、私、重大発表を持ってきたね。リアル重大発表ね。ネタとかじゃなく、付き合いっちゃってウィヒヒとかじゃなく、マジの重大発表持ってきたね。なんて私、ついに、いや言っちゃっていいですか、ついに、YouTube さんから、銀の盾の申請の通知来たね。いや、マジ、やっと来た。なんかね、今日ね、YouTube 開いたんだよね。そしたら、シュー銀の盾いるみたいな通知来たんで、おお、で、いる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 と思って。で、来た、おこら。で、ようやくもらえます。ちなみにこれ実写チャンネルね。ゲームチャンネルではなく実写って、このチャンネルじゃないで、ね、私実写チャンネルもあるんだけど、ゲームチャンネルは未だに来ない、ね、私実写チャンネルあんまログインすることないんだけど、今日久しぶりなんかログインしてみたら、おなんか来てると思って、そしたらうおーと思って、なんで逆にゲームチャンネル来ないの。忘れてんのかな。いや逆に私は連絡ってできないのかな、 YouTube さん忘れてるぜみたいな。さあ魂のショートカット、オッケー。さあ任して、ジャイル中村とエキサイト吉武、私が1位取るよ。うわ待って、1位が圧倒的に早いな。いや私一応ね、さっき勝って王冠背負ってたもんね、あの4人の代表と言っても過言ではない。オッケー、さあ任して、いや勝ちたいな、あの3人のためにも。いやこれ私マジある、マジある、マジある。ここ行くわみんな、魂のショートカット。来た来た、みんな私の左の緑の人わかる？一番、あ、公平、公平の右の緑の人、これ名前がね、そのアニメのキャラクターになってるんだけど、あ確かに言われれば似てるなと思うんだけど、わかります？あ今歩いてるね、これ何のキャラクターか。おお、あの人じゃん、名前マサオくんだね、しんちゃんの。もう確かに言われればちょっと似てるなと思わない？うわマジ弱い、10戦ぐらいしてんだけど左上の3人マジ1回も1位になんないね。くそ、12分の3、4分の1、つまり4回に1回は1位になる計算なんだけど、うわ我々3人ちょっと弱すぎだな。いや引退かもしれないこの3強。みんなマサオくんとただのビリ対決になっちゃった。みんなついにここまで来たね。まあ、どこまで来たかって言われると、これ真ん中がなんとか中村で、後ろがジャイドなんとかだね。ほらこの3人に挟まれる。
うわー見て、エキナカすごい主張が激しい。お、これエキナカ1位じゃない？エキサイト中村、うわエキサイト中村、うわジャイフジもいる。いやこれワンチャンある。うわこれ3トップじゃない、エキナカジャイフジ。うわマジあるマジあるマジある。これものにしないともう無理今日。マジで1位になれない我々、弱すぎて。マサオくん来てるな後ろから。マサオくんには当てない。やばいこれやばい。オッケーさあ、いやこれ俺っち処理したい。うわ一回俺っち倒します。いやそうや俺っち倒すわ。あれ今もしやジャイフジに当たっちゃった。私ごめん俺っち、待って俺っち一回倒すか。別に私は1位取んなくてもいいんだ。ジャイフジかイキナカが言ってくれればいい。いやいないな、ジャイフジもイキナカも。オッケー、アイテム2個激アツ。公平が強いんだよな。公平、公平マジで強い。うわどうしよう。いやジャイフジ来てるね、ジャイフジ来てるけど、いやこれ青コーラ町の方がいいかもしれない。みんなおにに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 、うわこのアメリカの人、オーストラリアの方が。いやこれどうしよう、当てるか一回。よおい取られちゃった。私は渾身のボケやろうと思ったら取られちゃった。やばい、うわ見てこの3、エキナカジャイフジシューゲームズ弱小3人衆。うわあれあれ弱小ってか言わないでよ、元祖なのに。なんでこんなに弱いのあれ。うわ悔しい。アニメでよくありふるセリフね、こんだけ自分の力がないことを悔いたことはないみたいな。今そんな感じ。クソファイヤーはファイヤーだと操作してあり。さあお、いやジャイフジ、うわイエーイ。もうみんなこれ無理だ、勝てません。起きた。いやワンチャンねえか、いやワンチャンあるかなと思ったけど、うわ超悔しい。いやせめて4位に入れんのは熱い。うわ生き中来てるけど、うわ3位、これ1位ないかな、ワンチャン。ジャイフジみたいな公平だ。